てる、そんなもんですはい。4枚にする？4枚がいいか。4枚のやつだね。じゃあこれにしようか。これ食べちゃうとね、他の牛タンが食べれないんだよね。完食。完食。美味しかった。ごちそうさまでした。
ップグレードで20回になりました。
ホッケ、あ、すごい、これはホッケは日本酒にめちゃくちゃ合う。テカテカ。おー、すごい、うん、美味しそう。14台がなかったのでカリフォのイチゴ飲みます。あ、ちょっと、あ、じゃあグラス持ってついてあげる。はい、いくよ。すごい、こんぐらい。じゃあよろしく。じゃあ、はい、ではではカリフォで乾杯。いただきます。美味しいよね、カリフォも美味しい。うん、美味しい、うまい。なんか、なんていうこれ言ったそうだね、含みのあるやつ。あー、でも久々に飲んだ。膨らみがある、確かに膨らみある。あー、あー、美味しい。いただきます。このまま食べるのかな。いいか、十分味付いてる。うん、唐揚げみたい。うん、うん、美味しい。え、これあれ、うん、鳥みたいなんだけど、うん、みたいなね。鳥、若鳥じゃないのこれ。ちょっと桜エビのかまぼこ食べてみて。いただきます。うん、美味しい、うん、美味しい。あ、やっぱ名物なだけあるよこれ。美味しい。美味しい、美味しい。あったかい時に食べた方がいいよこれ。あったかいんだ。うん、日本酒にすごい合う。しかも、うわー、すごいプリプリだね。うわー、ホッケー、これどこのホッケーなんだろう。東北だよね。うわー、これ写真撮った。撮ったよね写真。撮ったけど、ごめん、抜いたわ。まずね、次は電酒、青森の電酒。じゃあグラス持って、はい、どうぞ。次なるお酒は電酒です。いいよ、はい、飲み比べを、飲み比べをして。じゃあ、ではでは2杯目いただきます。あー、でもこれも飲みやすいよね、うん、これはこれで、ね、でもね、これは好きなの、個人的に好き、うん、やっぱ味違うの分かる。違う、さっきはやっぱさ、ふっくらちょっと分かるよね、うん、こっちちょっとやっぱあっさりだよね、うんうん、これはこれで美味しい、ね、美味しい。で、これでホッケっていうのが最強。
北仙台駅。今から青間神社に向かいます。Don't think I've ever seen you this up close before. Every brush stroke so flawed together makes the whole. I'm cold. I might walk on the sun. No, not quite like this. Much more of a give and take. So language do you dream in, and which one do you think is fake? And I hope that you said everything you could say, and I love that you hear what you dream in the day. I am cold, I am warm, I am. ここも紅葉綺麗だろうね。もうちょっとで紅葉なんだけど。ああ、なんか中すごい広いね。
5つ集めると願い事が叶うそうです。危なかった。ごちそうさまでした。動画を撮ろうと思ったんですけど、まさかの爆睡して全然動画のことを忘れてしまったので、家に着いてから撮ることにしました。駆け足で最後の最後でお菓子とかいろんなものお土産を買ったので、ちょっとご紹介します。まあ、大体いつも私は同じものを買います。まず私が一番大好きな萩の月、これは大体箱で売っていることが多いんですけども、私はいつもこうやってバラ売りで買って食べたい分だけ買って帰ってきます。ちなみに冷やすとすごい美味しい。次はこれ、このずんだのジャム、生ジャム、もうセドナで買ったアロエのジャム、アロエじゃない、サボテンの実のジャムが終わっちゃったので、次はこの子でパンを食べてみたいと思います。で、これはちょっと私今回初めて買ったんですけど、仙台サンド、バナナ、サンドウィッチマンさんが紹介してたお菓子ですね。ずんだと仙台いちごを使って作った焼き菓子、こんな感じで、これはちょっともう箱しか売ってないので一箱買いました。で、あとこれ仙台麩なんですけど、これは本当に私は大好きで、ちょっと仙台麩の卵とじを作って食べてみたいと思います。で、次このエゴマを使ってる焼きしそ巻き、これも本当にこれは私もこれは大好きなもので、仙台味噌が中に入ってしそで巻かれているものとなります。素朴なんですけど本当に美味しい、毎回買って帰ってる。で、これはずんだ、このやっぱり仙台に行ったら必ずずんだの
何かを買って帰る、ジャムもそうなんですけど、今回はこのずんだのクリームが中に入ったサンドのクッキー買いました。クッキーじゃないかな、チョコレート。で、これもバラで私はいつも買うんですけど、これはだいたいニューデイツとか仙台駅の、まあ、駅構内の中のニューデイツとかはこうやって1個入りで売ってるので、お好みのささかまとかを買って帰ってます。これ牛タンのささかま、これは阿部のささかまぼこ、有名なお店のかまぼこですね。で、これはお豆腐を使ったかまぼこをちょっと買ってみました。で、あとこれ柿の打ち合わせ、こういうのはやっぱなかなか東京では食べれないので、こういうのも買って帰ります。ちょっと美味しそうですね。という感じで今回こういう風にこれらを買いました。